エドワード・トーマス・ボスは、オーストラリアのエジソンと呼ばれた、発明家で、多くの医療、軍事、及び広範囲の発明を行った。鉄の肺の簡易版である木の肺、インキュベーター、携帯型神殿系、脳波系、超遠心分離器、ファックス機の前身である、ビジテルなどがあった。彼は発明の功績により1940年に、大英帝国勲章を受賞した。 ボスは南オーストラリア州のジェームズタウンの近くのカルトウィーの町でジェームズ・アレクサンダー・ボスとルーシー・ベクトリアの息子として生まれた。彼の両親には5人の子供がいてボス自身が長男だった。彼は地元で学校に通いカルトウィー公立高校とジェームズタウン高校に通い優秀な学生であることが証明されたので16歳の時に アデレード大学の物理学部で勉強し始めた。そこで彼は物理学の教授であるカー・グラントの注意を引いた。カー・グラントはその後彼を個人秘書に任命した。1932年彼が開発した神殿系はグラントに感銘を与え、その結果グラントは大学の隣に施設を設置し、両方が医療機器を設計及び製造できるようにした。 1943年に第110オーストラリア軍病院で患者を治療するために使用されている人工呼吸器、木のハイボスはすぐに南オーストラリアの医療業界の高度医療機器の開発者の間で重要人物とみなされるようになった。心電系は心臓の動きを即座に示したため心臓の診断を改善した。弟のドナルドと協力して 両方とも新電系の注文に応じて次の4年間を過ごした。長年、彼らの製品は唯一の市販の直接配線モデルであり、彼らが作成したイク具は非常に正確な測定値を提供した。ポリオが流行した1930年代にオーストラリアではポリオの治療に必要な鉄の灰がごく焦しかなく、アメリカ製の鉄の灰は高価で購入するのに費用がかかり、 維持するのも困難だった。医療機関では代替案を開発することが求められた。その結果、木の灰と通称されるボスレスピレーターが誕生した。後半で作られた軽量で比較的安価な呼吸器である。設計は効果的であることが証明され、呼吸器はすぐにオーストラリア全土で採用された。2003年ぐらいまで使用されていた。 1938年、ポリオに苦しむ個人を支援するための鉄の灰の要求を BBC ラジオで聞いたとき、両方ともイギリスでイクグマシーンを販売していた。南オーストラリア州の知事代理の支援を受けて、ボス博士と雇われた工場で木の灰の製作を始めた。そのうちの一つは、ラドクリフ診療所のナフィールド・マスイカが製作した映画で取り上げられた。 この映画は、モーリス・モーターズの制限された工場でデバイスを構築し、それを要求した連邦内の病院に無料で提供するように促されたウィリアム・モリスによって視聴された。第二次世界大戦前の数年間で約1800台の木の灰がオーストラリア中の病院に供給された。人工呼吸に関する情報はアメリカからテレックスで送信されてきた。 アメリカでも同年に鉄の灰が不足して木の灰が作られていた。イギリスからの帰国後、両方とも非常に微細なウイルスを分離するための超遠心分離器を作成した。これはオーストラリアで最初のものであり、ポリオウイルスに使用できた。戦時中、ボス博士は軍隊のために発明を続けた。彼が開発した電子マイクロメータと電子クラック検出器は、 重心の内部に血管がないか検査するために発明された誘導魚雷の開発にも携わっていた。他の戦時中の発明には大型エンジンを生産できなかったオーストラリアの工業力の問題解決のために3台のエンジンを連結できる変速機を開発してオーストラリアで大量生産された唯一の戦車となったセンチネル巡航戦車を完成させた。医療機器が含まれていた。 ビジテルは長距離にわたって図面を送信できる道具だった。ビジテルは軍によって秘密のプロジェクトとみなされ、それを取り巻く秘密のためにデバイスは戦争の終わりまで公開されていなかった。1950年までにトートボードがランドウィック競馬場に設置された。戦争中の気晴らしとしてボス博士はパンチとジュディのマシンを設計し、コインがスロットに入れられるたびに、 ヒトラーがチェンバレンに傘で撃たれる姿を示した。機械で集められたお金はチャリティに寄付された。戦後はシドニーに拠点を置いて発明を続けた。新生児用インキュベーターや輸血用機器の設計における新しい概念および脳波形。ボースエキップメントリミテッドによって設計および製造された脳波形は脳の電気的活動を記録することにより、 神経障害の診断を支援するために使用された。様々な分野で活躍した。戦後のプロジェクトの中には、1952年のデビスカップと1956年のメルボルンでの下級オリンピックの電気スコアボードがあった。オリンピックのスコアボードは1万個の電球で構成されており、アルファベットのすべての文字と数字を表示できた。スコアボードとともに、 二つのバージョンのペンレコーダーがボースによって開発及び製造された。一つは武器研究用のウーメラとして使用され、もう一つは南極研究、シロ、大学、病院、医療及び産業研究用に使用された。1953年、ドナルド・ボースは新生児用インキュベーターのデザインを女王の体幹式ギフト委員会に提出し、南オーストラリアの人々に代わって、 ギフトとして受け入れられた。1937年9月に、リリー・アイリン・モード・ノートンと結婚した。彼は大変な働き者だと評判だったが、彼は、生涯を通じてスポーツも特に水泳とテニスを楽しんでいた。1987年11月18日に、ビクトリアのマウント・ビューティーで79歳で亡くなった。ありがとうございます。